ピエール・ンクルンジザは、ブルンジの政治家。第9代大統領を務めた。フツ。フツ系出身としては選挙で選ばれた二人目の、ブルンジ大統領となる。また、1993年からのブルンジ内戦後、最初の民主的な選挙による大統領である。2006年6月10日、ノルウェー・フレドリクスタにて、シュトブ・ジュンブラ生まれ。父ユスタ・シュンガビシャは、フツの政治家で、 1965年に、ブルンジ国会の議員となる。後に2州の知事を歴任するが、2つの虐殺が起きた1972年に殺害された。母は土である。ピエール・クルンジザは、5護事で、初等教育、ギテガで、中等教育を受け、ブジュンブラ大学で教育とスポーツを専攻、1990年に卒業。卒業前は、初等学校及び、 中等学校の教師を務めた。メルシオールンダダへの暗殺による1993年のブルンジ内戦勃発時には、ブジュンブラ大学の講師。1995年から反政府闘争に参加。二つ系の反政府武装集団民主防衛国民会議、民主防衛軍の兵士となった。後にイリンのインタビューに応じて、反政府闘争に入った行きをこう語っている。 キャンパスが土に襲われ200人の学生が殺された。土は私も殺そうとした。彼らは私の車を撃ったが、私は逃げた。彼らは私の車にかすった。それから CNDD フロッピーディスクドライブの兵士になった。我々は戦争を強いられたのであり、我々が戦争を始めたわけではないのだ1998年に、 CNDD とフロッピーディスクドライブは分裂し、2001年に、んクルンジザワフロッピーディスクドライブ司令官、ジャンボスコンダイケグルキエを倒して、主流派となり、CNDD フロッピーディスクドライブの指導者となる。CNDD フロッピーディスクドライブが和平合意に応じた後、2003年末から暫定政府に閣僚として参加。年月に行われた国政選挙で、 上院、下院とも政党となった CNDD フロッピーディスクドライブが勝利し、8月19日、上下院議員による選挙で圧倒的な大差により大統領に選出され、2005年8月26日、正式に大統領に就任した。2010年6月28日の大統領選挙では、対立6候補が全員選挙をボイコットし、再選された。 2015年4月、3期連続の大統領職を目指すと宣言したことにより、抗議デモが発生している。7月21日、野党がボイコットする中で行われた大統領選挙で当選し、3期目に入った。反大統領派は参戦を禁止する憲法に違反するとして批判しており、アメリカ合衆国のジョン・ケリー国務長官は、選挙を非民主的と批判した。 大統領参戦後は反対勢力を弾圧するなど強権的な政策を進め人権団体などに批判されたが地方部を中心とした強い支持を維持し続けた。2018年には憲法の大統領多選制限規定を問う国民投票を実施し70%を上回る支持を獲得して最長2034年までの在職を可能とした。 結局、2020年5月20日の大統領選挙には出馬しなかったが、同じ CNDD フロッピーディスクドライブ投手のエバリステヌ大シミエが当選しており、ムックルンジザが今後も影響力を行使すると考えられていた。しかし大統領退任を2ヶ月半後に控えた6月6日にバレーボールの試合を観戦後、体調不良を訴え入院。一時は解放に向かったが、8日に、 心臓停止により死去した、55歳没。なお、ウっクルンジザが亡くなる前の5月31日に妻が、新型コロナウイルス感染症の疑いによりナイロビの病院に緊急搬送されており、同じ感染症との見方もあるが因果関係は、定かではない。次期大統領が就任する8月までの残余人期については、国会議長のパスカルニャベンダが、 大統領代行として務めると見られていたが、憲法裁判所は、暫定措置は必要なく、すでに次期大統領に当選しているヌダイシミエが、可能な限り早期に就任すべきとの判断を示したため、暫定大統領は置かれず、6月18日にヌダイシミエが前倒し就任した。宗教は、プロテスタント系キリスト教徒で、ボーンアゲインを辞任する。 1994年に結婚し、妻と息子二人がいる。兄弟はほとんどが内戦で死亡したが、姉妹一人が生存している。ありがとうございます。